長野新幹線車両センターは長野県長野市赤沼にある東日本旅客鉄道新幹線統括本部が管轄する新幹線の車両基地である北陸新幹線長野駅から金沢駅方面にへ約 8km 北の地点で本線より分岐したところに位置している新幹線 E2 系及び E7 系電車長野新幹線車両センター横の 本線を走り抜ける白鷹563号施設、看板本車両基地は、整備新幹線である、北陸新幹線の施設として建設されたため、JR 東日本が、鉄道建設、運輸施設整備支援機構から沈着している。令和元年東日本台風によって壊滅的な浸水被害を受け、車両研修機能を、ほぼ喪失している状況にあるが、 2021年を目処に暫定復旧を目指している。着発収容線11線、仕業交番検査線3線、車輪検索線1線、臨時修繕線1線が設置されている。車体に記される所属略号は、管羅市で、新幹線を意味する、三木、長野を意味する、な、新幹線を意味する、市から構成される。新幹線本部までは、 長野市社管轄であったため、長野市であった。なお、長野新幹線運転所時代に使用していた、長野は、現在は、長野総合車両センターが使用している。2021年4月1日時点の配置車両は、下記の通りである。ありがとうございます。